こんにちは。梅村です。今日はえパステルについてお話ししようかと思います。画材を揃えないと描けないと思うんですね。パステルアートの場合、パステルというね、道具はどうしても必要になってきます。そこで、初めから全部をね、画材をあの揃えるっていうのではなくて、あの、試しにね、塗ってみたいっていう場合は、この、 100均のね、パステル。こちらね、すごく、あのー、使えるかなと思います。で、これ、今ね、こう、種類もね、種類が出てるんですね。で、こちらの方が、基本の18色。そして、こちらの方が、蛍光色、プラス補助色の18色になります。そしてね、えー、 今、こちらなのかななんかパッケージが変わって、今は基本色の18色、このパッケージになっています。これどちらもダイソーさんのものなんですけれども、あの、やっぱりね、年々変わってきていて、私が、えー、体験会、対面で体験会していた時は、こんな感じのものだったんですね。パステル12色だったんです。 で、これ、あの、若干ね、やっぱり色の出方だったりとか、あの、質感が変わってるんですよね。で、この、えー、パステルの12色の分ですね、ちょっと中を開けてご紹介しようと思うのですが、こんな感じ。短いものです。これなんかね、あの、ソフトパステルの、あの、質感に似てます。 硬いハードパステルですけど、色の出方は若干濃いソフトパステルっぽいです。これすごくね、あの、書きやすいし、良かったです。うん。昔対面の時、これをあの対面講座に、あ、体験会ですね。来ていただいた方にプレゼントしていたんですね。とても喜ばれました。はい。で、えっと、次に、この、今、 発売されている、こちらの方は、これですね、あの、ちょっと長さも長くなって、そして、えー、前に出ていたタイプのものよりかは、あの、本当にパステル調、薄い感じになります。はい。で、えー、もう一つの蛍光色と補助色の方なんですが、こちらは、 こんな感じです。上が蛍光色で。下が補助色ですね。この、よいしょ。二つタイプですね。があると、あの、本当に手軽に描くだけだったら、もう全然描けるかなと思います。はい。で、え、こちらの方の蛍光色なんですけど、やはり色が、あの、 はっきりとしてます。結構はっきりと、傾向なのでね、しています。で、えっと、あのー、48色の,あのカレーヌーベルのハードパステルとの何が違いかっていうと、やっぱり色味ですね。色の出方と、あとは、あのー、手につけて描くんですけれども、その質感がやっぱり違うと思います。 はい。で、色の重ね塗りだったりとか、あの、するときにも、やはり色の出方っていうのは変わってきます。で、そこはやっぱり値段の、あの、差もあると思います。ですが、全然この100均のパステルでも、あの、本当にね、自分のために趣味で描いていこうとか、まずは体験してみようっていう場合は、あの、全然使えると思いますので、まずはこちら100円なので、あの、試してみると良いかと思います。 はい。で、この、あの、私の方の、えー、YouTube チャンネルの方でも、描き方ね、パステルアート、ヒーリングアートの描き方の、えー、動画もたくさん配信しておりますので、そちらの方でも、この100均のパステルでも、あの、描いています。ですので、あの、十分に描けますので、まずは試してみるというのもいいと思います。はい。で、私の方も、あの、オンラインでね、体験会なんかも開催していますし、えー 教会の講師さんたちも、あの、それぞれに体験会を開催していますので、もしご興味がありましたら、そちらの方に参加していただいて、一緒に描いてみてください。はい。またね、このようないろんなパステルの、あの、道具の便利な使い方だったり、えー、なぜ何のご質問なんかもお答えしていきたいと思っています。よろしければ、チャンネル登録の方お待ちしております。 そして、ヒーリングアートの描き方、無料メール講座や、講師になってお仕事をしていきたいなという方のための無料メール講座も配信しています。詳しくはね、説明欄、下の説明欄のところに URL を貼っておりますので、ご覧いただいて、無料ですのでご自己いただければと思います。今日も最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。梅村知恵でした。